俺は始末屋の熊蔵ってもんだ。明け落ちはここまでにしておきな。バカ野郎、この話し死なしてください。なんだと、泣くな、頭がガンガンするな。そんなに死にたいりゃ一人で飛び込め。子供に何の罪があるんだ。ああ、ご大層に石まで抱かしやがってかわいそうに。あれ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 、お母ちゃん、お母ちゃん、でけえ声出してすまねえ。こうなるまでにはそれなりに訳があるんだろうがよ。そいつを聞いたって俺は相談に乗ってやるようなもんじゃねえんだ。今夜一晩あったけえもんでも食ってどっか宿を取ってよ、よく考え直してみな。いいからよ、どうせあぶくぜいなんだ、パーッと使っちまえな。明日のお天道団が別の助け船出してくれらな。坊主、夜泣きそばでも腹いっぺい食って元気出しな。そば屋はもう終わっちゃってる。食い物ぐらいてめっちで探しな。俺ら眠くて付き合っちゃいられねえんだ。おかみさん、いいね。悪い夢はみんなここに捨てちまうんだぜ。繁盛してるかい。引き続けさ。ねえ、遊んでっとくれよ、クマさん。どうせ帰ったって誰も待ってる人いないんだろ。今夜は人助けしてあったけえ気持ちになってるのよ。こういう晩は枕抱いてお釈迦様の夢でも見てる方が御の字よ。クマさん、人助けって身投げ助けてやったのよ。へえ、始末屋のクマさんでも人助けすることあんのかい。いつもは放り込んじゃう方なのにさ。お月様もちゃんとご覧になってら。始末やってのやな、世の中の揉め事一切受け負ってるのよ。人殺しだろうと人助けだろうと嫌とは言わねえのさ。本当かね。子連れの猫を拾ってこれから温まろうっていう寸法じゃないのかい。ん？なんで後をついてきたのか。いくらくっついてきたって銭はもうねえぜ。おめえらにやって全部おしまい。どっかよそ行きな。そうそう親切ばかりしちゃいられねえんだこっちもよ。あばよ。おい、あっち行けってんだよ、あっち。We'll be right back.
らどこまで人の尻を追っかけますんだ。いい加減にしねえとこいつら。笑ってる場合じゃねえんだよ。誰に断ってここにいるんだい。ここは俺の棚だぞ。聞こえねえのか、泥棒か、てめえら親子は。すいません、他に泊まるところがなかったもんですから。そうかい、野宿じゃガキどもがかわいそうだから黙って人のうちに押し込んでよ。まあそいつはいいや。それなら夜が明けたらさっさと出て行きゃいいじゃないか。そこでケツ据えて飯炊いてるってのはどういう了見なんだい。やい、俺はな、大きな声じゃ言えねえが世間の裏側でゆすりたかれて食ってる男なんだ。なめるんじゃねえぞ。おい、聞いてんのかよ。あ、だだだだ、何がおかしいんだ、こら。やがましいってんだ。隣近所があるじゃねえか、なんとかしろ。直吉、お昼連れて外で遊んどいで。おい、ね、早く行きな、ね、外で遊んどいで。こいつも俺んとこの米じゃねえのかよ。お一人でお暮らしのようだったんで朝ごはんでもと。そうかい、そうかい。それでこんなに食い切れねえほど炊いてくれたのかい。俺が寝てる間に米びつから何から引っかき回されてよ、てめえたちが腹いっぺえ食う分のおまんままで炊いてくだすって、こんな念の言ったご親切はまるで初めてだ。ありがたくって情けなくって涙が出てくる。悪いとは思ってるんです。でもあんまりお優しい方に見えたもんですから、つい子供のためと思って。おつゆ辛いめにしますか。余計なお世話だ。人に構われるのはできるなんだ。ほら、おかみさん、話は分かった。元はといや、おめえさんたちを助けた俺の自業自得だ。黙って目つぶるから飯食ったら日暮れまでには出てってくれ。約束だぜ。まっすぐ帰ってくんだよ。クマさん、親戚の人なんだってね。ええ、まあさっきね、お店切らしたからってもんだから貸してあげたんだよ。熊さんちの朝ごはんなんざ久しぶりじゃないか。美味しかったかい。まあ年は若いし体つきも良さそうじゃねえか。
なことは聞きもしねえよ。ずっと面倒見てやったら。かわいそうじゃないの。かわいそうなのはこっちよ。てめえのうちなのに朝っぱらから乗っ取られて飯も食えないで女だれちまったよ。ねえねえ、いっそのことその人と一緒になっちゃったら。前のおかみさんだってもう戻ってくる気ないんでしょ。気回すんじゃねえやバカ。第一顔は真っ黒、髪はヨレヨレ。それよりおよしちゃんこそ来る気はねえか。ちょうだい。よしぼ、騙されるんじゃねえぞ。お、嫌に肩入れするじゃねえか。なんだいまあ、大変楽な顔ばっかり揃えて。それで始末屋でも抱いて写真に出ていけるのかい。熊さん、朝、龍吉が呼んでるよ。ネタなんですか。人足部屋のドアでイカサマ使って20両巻き上げたらしいんだ。胴元の部屋頭は片木だし、こっちに任せるっつってるんだ。分け前は20両取り戻したら五分っていう約束だ。五分だったら10両。これは大仕事ですな兄貴。取り戻したらの話だよ。やる。流れ物の爆中地だとすると手荒な仕事になりそうだな。あれは相当の筋もんだぜ。何、三人かかりゃなんとか。待て待て、仲間がいるかどうか洗ってみねえと。朝、お前ここで見張っててくれ。俺と熊はもう一仕事あんだ。手前に何の話。始末屋の亀屋の向かといや心当たりがあるだろう。何のことださっぱり。番頭さんよ、米屋の白ネズミなら鼻利かして物言いな。口先だけの挨拶で俺たちが来たると思ってんのか。ネタは割れてるんだぜ。旦那が長患いで寝てる隙にお内儀を垂らし込んで帳簿を勝手に切り回してるそうじゃないか。使い込んでる金も百や二百じゃ効かねえって噂だぜ。何の証拠があって。証拠はこいつだよ。文句あるのか。あんまり下道に走らねえようにこれから俺たちがお守りしてやる。お守り代は月々5両だ。いいな。もっと安いお守り役がいますんでね。皆さん同士で話をつけていただけませんかね。おう、亀屋一家と知っての邪魔か。あ、乗れ。お守り台の相場上がった。月7両。兄貴、8両取ってくれ。この未来だ。滝よう、熊、どうしたい。おう、先祖、ちょいとその先でケツマついて打っちまってな。どうだかな。また行き張った真似やったんだろ。亀屋の噂、いろいろ耳に入ってるで。なあ、熊、幼馴染の友達だから言うんだが、知った後のことを考えろ。御用の声がかかってからじゃ間に合わねえぞ。友達なら黙ってなよ。おっとっと、見て。おい、あの女の素性は何なんだ。あの女、おめえの棚についている子連れ女よ。あいつならちょいと訳あるよ。おめえに気にしてもらわなくたってとっくに出て行ってら。出ていくどころか、親子三人でてめんちの大掃除を追っ始めてるぜ。なんだと。
綺麗になってるじゃねえか。うん？お湯屋さんに行ってきたの。この着物は？お母ちゃんに買ってもらったの。帰ってきたよ、母ちゃん。お帰りなさい。誰が掃除してくれって頼んだんだい。俺は散らかってる中じゃねえと落ち着かねえんだ。勝手にいじくり回しやがって。おい、聞こえてんのかい。ここは俺の家なんだぞ。てめえの家じゃねえんだぞ。すみません、昨夜のお礼にと思っただけですから。お志は痛み入りますがね、俺らおめえさんたちが早く出てってくれたがよっぽどありがてんだ。日暮れまでって約束はどうなってんだい。ここが片付いたらすぐ出てきますから。だから片付けなくていいんだ。どうしたんですか？ほっといてくれよ。今落としてますか？何もしないでくれよ。ご飯できてますけど。まだ具合が良くないんでしたらお薬でも買ってきましょうか。じゃあお先にいただきますからね。いただきます。いただきます。ん、おいしいよ。うん、おつゆも飲んで。うめえな。よかったね。たくさん食べるんだよ。うん、お芋さんもおいしいよ。うん、おや、おママの最中に悪いね。あ、はい。早速ね、近所聞いて回ったらこれだけ注文が集まったんだよ。やっておくれかい。はい、すぐ始めますから。仕立て物って言ったってね、この会話じゃまあ大したの位置にはならないけども、おかず代ぐらいにはなるからね。そのうちオーダーのお得意先でもべっかりや、いい稼ぎになるよ。あれ、熊さんも男入りかい。いいご身分だね。おかみさんはね、働き者だってて近所じゃ評判だよ。坊やたちだってさ、ちゃんとお掃除して手伝ってくれるもんね。こんな立派な親戚がいるのに、ご本尊がシャキッとしてなきゃ男下がるよ。確かに。やい、黙って聞いてりゃなんだ。人のうちに仕立て屋の看板ぶら下げようってのかい。すいません、いただいたお金とこうしてお世話になってる分少しでもお返しできたらと思って。てえとまだ当分ここを動かないつもりなんだな。人がやった金で湯屋行って着物買って、足りなくなりゃ内職仕事探してきて、おめえ身投げ考えたにしちゃ随分しぶと山なんだな。飯、はい。それからこっち、まるでペンペン草みてえに根を下ろしやがってよ。近所じゃ評判になっちまってるし、今さら出ていけっていうわけにはいかねえのよ。はい、おばあちゃん。ああ、ありがとう。はい、ご苦労さ。何笑ってんだ。だから言ったじゃないの、一緒になっちゃったらって。冗談言うねえ。子連れ女に手出そうと落ちぶれちゃいねえよ。でも気になるんでしょう。お茶碗の心配までしてるんだから。こんなところでどうかしら。そっちの小さいのを子供のにしたら。すまねえ、今度銭が入ったら
白子でもおごるぜ。お父ちゃんも大変ね。じゃ包んでおくから、うん、朝さん。亀屋ってのはここかい。俺の屋さんに目障りなかかしが突っ立ってやがったんで刑事に来たぜ。柱は上かい。ほら待ちやがれ。とっつぁん、俺は聖五郎ってんだ。始末屋だかなんだか知らねえが、人の飯びつだけはいじらねえことだ。落とし目だけはもらっていくぜ。いつでも来な。ただし今度は首を取るぜ。兄貴、もう一度俺に勝負させてくださいよ。今度はきっと。おめえなんかは太刀打ちできる相手じゃねえんだ。今日も野郎の噂を聞いてたんだが、あいつは八王子のヤクザで二三人殺して八周回りにも追いかけ回されてる凶状を持ちだそうだ。あいつから二十両取り戻すのはマムシの穴に手突っ込みてえなもんだ。兄貴、二十両ぐらいで無理することはねえでしょう。手を引いた方が。そうもいかなくなっちまったのさ。親父が恥かかされて黙ってたら亀や笑い者にされて誰からも相手にされなくなっちまうぜ。熊、どうしたんだよその格好は。一騒動あったらしいな。始末屋なんて柄じゃねえんだよおめえは。いい加減にな。よってのなんだよ。おう、例の小鶴女よ。あの女はそうかどうかわからねえんだ。聞いた話だと狂言自殺で食ってる親子はいるそうなんだよ。身投げと見せかけて助けてやった人の親切心につけ入ってうちまで押しかけ、何日も何ヶ月も居座るそうだ。まあこまめによく働くし悪さはしねえんだが、押しかけられた方はいい迷惑さ。生地を売った手前追い出すわけにもいかねえしな。まあ何とも手をあやいてあげく最後は切り工場で叩き出してしまうそうなんだが、女の年頃といい子連れといいあんまし似てるんだな。まあ潮時を見て厄介払いした方が後腐れがねえぜ。飛び降りたことなんかねえんだろ。俺、母ちゃんたちと飛び込んだことあるもん。じゃあこの前が初めてじゃなかったんだな。死ぬぐらいわけねえもん。お父だって首吊ったんだ。ん？本当に飛び降りるやつがいるかバカ野郎。どうだ、驚いたろ。口の減らねえガキだ。直吉、熊蔵さんの言った通りなんだね。
本当なんだね、身投げごっこしてたっていうのは。もう母ちゃんが、母ちゃんがどんな思いしてお前たち連れて橋の上に立ってたか、お前何にも分かっちゃいないんだね。え、バカバカ、もう何にも分かってないんだから。もうやめろよ。やめねえか。いいんです、こんな子ほっといてください。もう一体どっちが悪いんだ。こいつに身投げを教えたのはおめえの方じゃねえのかい。私が？そうよ、見せかけの狂言で何度も橋の上に立ちゃ子供だって身投げごっこだと思ってくるじゃねえか。狂言だなんてあんまりです。よし、今日という今日ははっきり話をつけようじゃねえか。うちは下屋の山崎町で瀬戸物屋だったんです。奉公人も使って、お店の前に大きな瀬戸物の布袋様置いてたもんだから布袋屋って呼ばれて、主人もおとなしい人で働くことだけが生きがいみたいな暮らしで、でもある日いきなり遊び人みたいな人が押しかけてきたんです。気の遠くなるような借金の証文突きつけて、博打の借金だったんです。私がその人たちと言い争ってる間に主人2階に駆け上がって首食ったそうだな。直吉がそう言ってた。お店も何もかもみんなその人たちに取られてしまって、主人の親戚筋は縁を切ってくるし、私の里ももう親もいませんし、子供連れでは働き口もなくて、お寺やお宮の縁の下で寝起きして物乞いみたいなことまでして。それで狂言自殺を思いついたのか。狂言なんかじゃありません、本当に死のうと思ったんです。初めて子供たち抱いて飛び込んだ時、浅瀬で足がついてしまって夢中で子供たち岸にあげました。その時どんな恥かいたっていい、この子たちを食べさせていかなきゃいけないと思ったんです。私たちが橋の上で立ってたのはただ働く場所が欲しかったからだけなんです。身投げと思って声かけてくださった方のところで一日でも二日でもご恩返しに働いて、その間だけでも子供たちを食べさせていけたらって。そうするほか私みたいな何の取り柄もない女が働くところなんかないんです。狂言って言われればそうかもしれません、でも真心を尽くして働いてさえいたら人を騙すことにはならない、そう信じてるんです。今までずいぶん大勢の方が声かけてくださいました。でももし朝まで誰も通らなかったらその時は死んでしまおう、いつもいつもそう心に決めて、いっそ早くあの世に行ってしまった方がどんなに楽か。でもやっぱり騙してたんですね、私。親切な方騙して、もうご迷惑をおかけしません。明日の朝きっと出て行きますから。別れの杯だな。
さんの料理は心がこもっていて本当にうめえぜ。名前は何だっけ。まだ聞いちゃいなかったな。ミサです。ミサさんか。俺は怖い男に見えるか。だろうな。正体見たり枯れ尾花だ。この傷もよ、人を脅かすためにてめえで小刀で切ってつけたんだ。顔だけは売り物になったが中身は空っきしだ。冴えねえ男よ。これでも畳職でマジにやってたこともあったんだ。女房が浮気して逃げっちまうまではな、毎日気楽に暮らしてりゃいいと思ってたんだが、だんだん泥水に浸かって始末屋なんて柄にもねえ寛容で細々と飯食って、本当はおめえさんたちをここにずっと置いといてやりてんだが、ここんとこなんだか先が見えなくなっちまってよ。俺もおめえさんほどしぶとい男だったらもうちっと役に立ったんだがな。これ温めてきます。いいから座ってな。すぐですから。じっとしてなったら。お前か。あの虫に噛まれちまったよ。穏やかに話すつもりで言ったんだ。野郎の段階についカッとなっちまって。竜吉までこんなになっちまって、亀屋の看板は誰が守ってくれるんだ。クマさんの顔だけじゃ鼻毛も抜けやしないよ。情けない。兄貴、この仕事を俺にくれませんか。まあ、その代わりこっちの取り分の十両のうち三両俺に送んなさい。あいつにはもう手出すな。死んじゃったらどうするんだ。ようござんすね。じゃあ兄貴、お大事に。くわ。こいつは直吉、お披露のはこれだ。それ母ちゃんのとおじちゃんのだ。どうしたんですかこんなもの。ちょいと目に入ったからよ。こいつはここの親と取り交わした証文だ。向こう一年店賃は先払いしてあるから心配ねえ。留守の間しっかり持ってな。留守って。兄がなんでこんな。銭がいるんだよ銭が。なんだか知らねえけどそういうことになっちまったんだ。しょうがねえさ。俺も一緒に連れてくださいよ。おめえは見届け役だ。いいからさ、もし俺は命拾いしても亀屋には二度と戻らねえ。姉さんと兄貴にそう言っといてくれ。熊さん、クマはいねえかい。今出かけたばかりですけど。やっぱりそうか。あのバカ、命を粗末にしやがって。何かあったんですか。お前さんのせいだぜ。クマあんなにムキになってんのは。
亀屋で見た面だな。また来やがったのか。しぶとい連中だな。何度駒を変えてきたって返事は一つだ。けんな、だるまかってめえや。俺の面は気に入ったぜ。年はいくつだ。四十そこそこだ。俺がおめえの年頃には田舎相撲で大関を張ったもんだ。ただし俺と素手の勝負で勝ったらの話だ。おめえの面見てると腕っぷしを試してみたくなったんだ。断っておくが、田舎相撲は四十八手だけじゃねえぜ。みさ、おひろ、直吉。熊蔵様、お世話になりました。
お留守の間にお別れいたします。お前様が私どものためお命をかけてまでお働きのよし、御用の筋から承りました。私は真心さえ尽くせば親子が食べてゆくぐらいは許していただけると信じてまいりました。でもお前様の深いお情けを知って、人に真心を尽くすことは人にも真心を強いることになると気づいたのでございます。私どもの居座りは身勝手な方便だけのことでございました。これからは親子三人の力だけでどなたのご厄介にもならずに生きてゆく覚悟でございます。お添えしたお金は今日まで貯めた縫い賃でございます。ミサの心残りの印とおぼし召し、お役に立ててくださいまし。どうか見てこいって。どこにいるんだ母ちゃんは。ずっと向こうの方。呼んでこい。どこにも行くなって言うんだ。そう言うんだぞ。まっすぐ戻ってこいって言うんだ。俺はなみんな好きなんだ。みんなと暮らしてんだよ。本当ですか熊蔵さん。本当にいいんですかここにいて。さあどいてどいて。あら、せっかく作ったのにまだ食べてないんですか。さあお披露、お茶碗洗っといて。これもね。お願い直吉、お母さんに手伝いして、ここ片付けて、あそこに入れてね。いいかい、分かってね。しぶてんだよな。俺は知らねえぞ。叶うといった。